黄まどかまどかは、中国の女優、ファッションモデルである。北京市生まれ。10代から広告モデルをしていたが、中国光雲学院という芸能とは無関係の学校に進学した。俳優養成学校の出身者が圧倒的に多い中国の芸能界においては比較的珍しい例である。清純なイメージで、初期はクラスのマドンナ的な役が多かったものの、どちらかといえば端役であった。むしろ CM での活動が目立ち、一般に知られるようになったのは、清くちばしという歌詞の CM の影響が大きい。初主演映画は王小卒監督の青くれないで、この映画が第58回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞したことをきっかけに映画の仕事が増え、ジャッキー・チェン主演のプロジェクト BB ではヒロイン役を務めるなど人気女優の地位を確立した。韓中合作の君に微笑む雨では英語のセリフもこなしている。近年は、オーレイ、パンテーン、ロンシャンなど、世界的人気ブランドの専属モデルとしても活躍する。また、コスモポリタン、フィガロ、エル、マリクレールなどのファッション雑誌の表紙モデルを飾ることも多く、中国女性のファッションリーダーとしても注目されている。2013年秋、30過ぎの独身女性、女王女を演じた TV ドラマ、モン結婚が大ヒットし、国民の女神の称号を与えられ、その人気を不動のものとする。2014年6月5日、台湾の男優張馬太庭と結婚した。2019年5月に第一子となる女児を出産。中国国内の日本企業 CM に多数起用されており、トヨタ自動車、ユニクロ、キリンビバレッジ、ロッテが中国 CM に起用。2015年4月に、パナソニックチャイナがブランドアンバサダーとして専属契約を結んでいる。2016年8月、サンスターの TV コマーシャル GUM デンタルリンスナイトケア編に出演し、初めて日本のテレビ CM に登場した。ありがとうございます。